私、リロール禁止供物構成チャレンジをしていたんですが、プラチナに落ちてしまいました。プラチナで許してくれるか。10勝もできひんねよな、大体。10勝したら十分でしょうって言ってたんですが、ちょっと気持ちよくね、完走して、ダイヤに上がって、この縛りプレイを終わりたいと思っております。お願いします。こうや。いや、こうや。じゃあ、これでいきまーす。いけー、頑張れ。これ、フライパンで戦っていくっていうのもありなんかな、わかんないんだけどね。よし、勝てる。プラチナってどうやろう。でも別に、ダイヤもプラチナも、それほど大きくは変わんないのよな。うわぁ。おほほほほほほ。なるほど。なるほどやけど、武器がね、めっちゃカバン広がってくれた。このチャレンジ、カバンのなさにいつも悩まされるんですが、今回、全然違う。半額のコラクリ捧げるか。じゃあ、フライパン置いといてよかった。カバンを持ってきたのはフライパンを捧げたからやから、これはもう、タラちゃんのレバレバや。どないしょ、どないしょ。銀箱かな？意外と金あるようになったから。輝くからやめて、もうこれも供物捧げて、これでなんとかするか。まあ、次は負けるわ。センキュー、ありがとう。めっちゃか、あ、もう絶対負けた。あ、いや、意外とスタミナ切れてんじゃないか。せやねんな。でも、まあ、こういう無茶な構築もちょっと増えてくるから。ん？スタンダーが。カバンめっちゃ来るやん。どないしょ、どないしょ。え、スタンダーガーなんだが。とりあえず回ろう。普通に金稼ごうぜ、これは。カバン取り置きとか初めてした。このチャレンジで取り置きとか初めてやった。めちゃくちゃ運が向いてるから、ピニャータ待ちすべき？もしかして。するか。行くか。これ、今までと全然違うパターン。取り置き初めてやった。うん。取り置きを初めてしました、私。強い！スタンダーガーできてる！こんなちゃんとしたスタンダーガーができるなんて。感動で。前が見えない。あ、ピニャータ来なかったね。お、火2個作ってくれた。嬉しい。上演ではない、投資機械でもない、石類でもない。どうしよう。まあ、これ割ろう。どうでもいいな。投資機械でお金増やして、んで、でもね、ヒートは獲得しときたくて、ね、ヒートだが2個作ったら結構きついんだよな。うわ、割っときゃよかったな。ドラゴンオーブを捧げたかった。一旦投資機械置いといて盾かな。これで、行こう。よし、行こう。行け！で、ヒートダガーは2個は作らない。そんなにヒートない。スパイシーバナナ、うん、まあまあまあ。スパイシーバナナ着ててもやな。そんなに君に咲くヒートはない。でも、ここでスタンダーガーちゃんとできてんの嬉しいな。ちょっと、序盤なんとか勝ちきれそうな感じがする。お、ヒート来た。で、これ、お捧げ物これでいいかも。んで、勝つ？お、待って待って。トンガラシスラバートいけるな。行ったらヒートダガーにしてもワンチャンあるな。これ買っとこうか。で、いや、これ投資機会もう捧げるか。別にいらんやろ。このカードは次捧げよう。トンガラシ行ったれ。行ったれ、トンガラシ。さあ、どうだ？うん、形的にはまあそうか。スラバートその軌道しかないか。わかんねえけど、うん、まあでもスタンダガーで全然勝てるよな、これは。いける、いけるぞ。しゃあ、カバン来た。うえそれは無理。それは無理だが、こういう時はこうやってこうなんよね。で、これを供物にしつつ、次これ使えばいいっていうね。こういう黄金ムーブがあるんで。大丈夫です。砥石買って、アミュレットガチャはしとく。飯！ありがてえ。ありがてえ。まあ、4円ぐらいは置いといてもいいか。まあ、もうちょっと価値あるもん来る可能性もあるし。OK！いい構成ですよ、これ。
どうですか。オッケー、ナイスー。しゃあいける。うわー、これセットで買おうと思ったらもう来てくれた。マジか。これは買うと、これがカバンになると。砥石は捧げよう。ダブルヒートダガーで捧げる。ちょっとヒート余ってるけどな。まあ置けないもんはしゃあないよな。これでカバン広げよう。でトンガラスさん、なんとかヒートを頑張って獲得してください。お願いします。いけ。さあどうだ。いやー、猫ちゃんはね、このカバン不足に陥るリロール禁止構成だと救世主なんよな。こうやってカバンを広げてくれるから。いや無理なんか。なあ、ナイスー、よかった。うおー、ハート満タンでサブクラス6まで来た。ヒートは足りてないな、やっぱどんどん消費されるね。オッケー。んーでや、うわ、リジェネ君が来たね。ファイヤーベンダー使ってとにかくヒートを貯めようか。この子しかいないね。闇のランタンで耐えるのもまあまあ強かったよな。アッシュブリンガー使ってる時が一番安定してた気すんな。でもヒート足りてないからやっぱファイヤーベンダーかな。うわ、どうした、急にどうした。おおおお、どうなされたんや。大バーゲンが急に始まった。まあ、ハートネオキちょっと合わないんで、クモツかな。ちょっと、まあ、ヘルメット買って、で、毒耐性つけつつ、1円、2円、買っとくわ。ヒーヒーヒー、いこうか。21円にしたいけどな。一応クリティカル防御しとくか。あ、これでいいじゃん。よし。まあ、これで行ってもらおう。どうだ？このスタンダガー構成。ああ、強い相手。だんだん強くなってきたな、敵。なんかユグドラシル、だいぶ形変わったんやな。なんか最近使ってなかったけど、いつ変わったんや。星は減ってるよね、多分これ。ちょっと弱体化したんやな、ユグドラシル。わっ。うわ、ありがてえ、ありがた。で、クモツニキで、太陽の鎧にしちゃうと、またヒートを消費するくんが生まれちゃうから、ちょっとそれはな、招き猫な、40、あ、ここ40か。こう突っ込んだら、絶対手あげるよね。半額品やし買っとくか。これで、フレンドリーな日が 15% 早くなって、で、火3つあるから一応もうちょっと早くなると。これなんか、もうちょっとないんかな？もうちょっと歩きするよな。いや、意外とないかもしれん。あ、こっからこうでいいか。あ、いいね。もうメッシュアミュレットの範囲がでかすぎて、ありがてえわ。で、毒防御でもしといて、なんか、あ、いや、石頭作ろっか。なんなら今作りたいけど、ちょっと無理だ。ちょっと無理でした、石頭作るのは。さあこれでスタンダガーで、言うてしっかりなんかプラチナとゴダイヤでなんかそんなに変わんないよな。言うてみんな最強構成作ってきてるよな、普通に。パワーちゃんで、メシアミュでいろいろ早めて、スパバナさんもいて、まあ燃え盛る旗なのかっていう感じはするけど、はい、強いね。魔法の鎧はいいんじゃないですか。月の力やな。オッケー、月の力。おー、しとますね。ありがたくいただきます。ほい。まあ、一応使うか。月の鎧作って、ちょっとハートの余裕あるから、ここで進化するか。ユニーク2個も来てくれてて、ここかな。こうして、まあ、今はこんなとこか。石頭、まあ、この石のポーション反応するから、そこに鋼鉄ナミレット乗せたいけどな。
あ、こうか。お、いいね。ええやん、ええやん。ええやん、ええやん。いただきました。ありがとうございます。買っとくか。よし、行ってこい。ちょ待って、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 進化、進化、進化、進化。月の鎧ね、オッケー。あぶねえ、供物になりそうになってた。あぶねえ。供物になりかけていたぜ。うん、強い。全然強い。ダイヤもプラチナもそんなに変わらん。そうね、パンダモニウムをしっかりと死神の釜で強くして、いい構成だ。季語は生きてないと。まあ、とりあえず取ったって感じやろな。ピニャータ作ってんのか。それは、それはそれはどうも。全然カバンが来てくんないよーの巻。これピックか。価値を稼ぐというのはなかなか大変なことです。手袋で供物捧げながら、ここは、これでいい。月の鎧の周りにベリー置きたいけど、伸ばせベリー。で、ドラゴンオーブでいっか、起動。あ、ヘルメットがどっか行っちゃったから乗らない。こう乗せてこうか。ここの形はこれで確定でいいよな。供物を、よし、これかな。まあ、できればトンガラシも欲しいな。うん。ここね、今回置けないのでしゃあない。あ、ブルベ、ブルベ。置いとくか。トンガラシ。トンガラシも買っとこう。人参。まあ、これぐらいで勘弁しといたろうか。オッケー。いやー、これでなんとか買ってくれ。お願いします。いけ。お、俺インボを目指してる。プラチナ隊にも、レインボーを目指す者が、志を共にする者がいたか。しかし、それは勝たせてもらおう。残念ながら、その状態は、弱い。あ、待って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 。レインボーの糧となるな。なるな、なるな、危ねえ。なんでそんなブラインド入ったんや。あ、マイナス効果を2反射するで、相手のやつ反射したかな。あぶねえ。ブラインドあんま効いてないな。そっか、ブラスナックルが命中率補助してんのか。いや、それじゃないな。こっちはちゃんと落ちてる。あ、落ちてる落ちてる落ちてる。ヒートダガーは火力出てるが、ちょっと火力不足は否めないのよな、これ。んー、ガオガオフェニ、エンパワーを5貯める術は俺にはない。ないないない。とりあえずカバン欲しいな。ラッパーありなんよね。あー、エンパワーか。え？それか？スタンダガーの火力不足が否めない、今。ヒーダガ、ヒーダガ、ハンマー打って、グレソ買って、鋼鉄のアミュレットで一気にエンパワー5獲得する。ありか。ありだ。行きます。俺は今決断の時で、ここを魔法アイテムだらけにしたいのよね。月の鎧の周りを 1,2,3,4,5,6 6×2 で120で170アーマープラス205アーマーいける。175アーマー獲得すれば5円パワー取るからいけるぞ、これや。で、これゴッドやから、さらに招き猫をちゃんと喜ばせれば、早くなる。いけるべ。めちゃめちゃむずい。ちょっと足りないねんな。あと3円。あ、でも、これ、これ、この軌道弱すぎるな。ラッパ軌道。うんうん。で、ここに当てられれば、あー、むずいよ。こうするしかないか。まあ、火とか、あとは。初手エンパワー5で、あまりにも大きすぎるグレートソードを思いっきり触れる。ちょっとこん中余りすぎやけど、スタミナはフルートが確保するから、ある程度はいける気がするな。で、ラッパの方が早いから起動もまあ間に合う。オッケー、いけ！頑張れ！いけるか、アーマードカン。オッケー、エンパワー6。オッケー。で、グレートソードが速くなって、グレートソードで切り落として、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 素晴らしい。最後、なんでクリティカル出てたんや。あ、そっか、ドラゴンオーブか。えらマジでドラゴンオーブ。あー、ドラゴンオーブ。ありがてー。
ね、ヒート15到達時にクリティカル3発出してくれるから、うわーいいね。ここに来て。やっぱりグレソンの中、なんで来ないの？これ構築崩せないからな。カバン来てくれよ。やっぱグレソンなんやけど、カバン、もうこれヒートマン買っといて、いや、供物に捧げて、カバンの可能性を置いたいけど、もう、構築が崩せなさすぎる、これ。頑張れ。カバンが出るまで、この構築で耐えるしかない。あ、まあ、はい。ガン盛り。うん。行く。ヒート溜まる。15まで溜まってくれ。15まで溜まったら、クリティカルが、ドン。はい、もう一回、もう一回。もう一発。よっしゃー！ OK！ よっしゃ。いいぞ。やっぱグレソや。ナイス。1.24 秒。猫がさらに速くしてる。よし、よし。強い。あ、カバン来た。カバン来た。んで、アムレットガチャ。あー、まあ、いらん。グレートソードに宝石めちゃめちゃ置きたいんやけどね。宝石のこと忘れたわ。こうか。あ、猫喜んでる、これでも。あ、グレソが高いから。すばら。であれば、こうか。こうで、これでグレソ早めて、ヒートマン置くとこねー。もう、こいつらいらん、絶対いらんから、置くことも嫌なので、ノボルパーティンガーさん買っといて、まあ、一生置くぐらいしかできねえか、俺には。なんならアミュレットだけの方がいいんじゃないか。アミュレットだけで6円やろ。6円の方がカバン持ってくる気する。これでいこう。7円までしちゃうと、なんか6円のスピアとか持ってきたりしよるから、スピアぐらいまで持ってきたりしよるからね。6円だったらヒートプラス、お、いいね。いいね。とりあえず10勝達成。でも俺はこのまま最後まで突っ走りたい。よし。ノルマ達成からのカバン出ず。ねえ、会員カードか。会員カードだったら、まあ、ヒートも捧げてやな。コラクリ、置いて。あ、まだまだ増やせる。けど。いや、無理だ。もう置けねえ。ランプでも買っとくか、捧げよう。捧げようっつっても、もうそんな余裕全くないけどね。カバン持ってきてくれ、クモツ様。5円。5円です。5円調整です。お願いします。いけ。どうだ、毒うるし。さあ、エンパワー。ゴー。ドカン。ドカン。で、ヒート15いけ。ヒート15いけ。ヒート15いったら、クリティカルで。いける。いけるぞ。この地獄の耐久配信。やっぱり救ってくれるのはグレートソード。よし、カバン。熱い。なんだそれは。何を持ってくるんだ、お前は。違うだろう。こういうのじゃないだろう。まあ、これで非常に起きやすくなりましたが。ヒートマン置ける説ある。いや、置けないか。供物から網欲しいなら、いや、網じゃなくてカバンが欲しい。カバンが欲しいから、むしろ5ゴールド以下とか、なんかそんなんにしてます、今。まあ、とりあえずおランプかな。ここのスペースどうしよう。トンガラシとかになる？なんかもうちょっとないんかな。こいつがここしかないってなっちゃってんねんな。下がもうちょっと自由になればね。で、ヒートマンの周りはヒートしといて。まあもうとにかくヒート置いて、ちょっとヒート集めたらええんちゃうか。これでええんとちゃいますか。もうええでしょ。次捧げるように、おかんやろ。オッケー。まあ、これでいくわ。あ、ここなんかヒート置けるな。で、こうやな。相手の回復阻害。まあこんなもんでいってみましょう。オッケー、いけ。さあ、どうだ？はい、エンパワー。お、ヒートたまんの早くなってない？で、こっからクリティカルが3発。あ、帽子すんな、バカ。帽子すんな、バカ。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、やめて、帽子やめて。あ、クソ、クリティカル帽子とかしやがって、クソ。クリティカル帽子するんじゃないわ。え、クリティカル帽子率今これと？帽子置いてないよな。2回も帽子しよったぞ。猫だけで。15% やろ。うわ、15% 2回も引かれた。くそー。これは運が悪い。くそ、猫め。
いやー、そいつは困ったな。この人何気に魔法やからちょっと一旦こうして、まあアーマーに貼って、これの方が高いか。もうめっちゃ高く売りつけよう。もう置けねえドリアンを。あー、これ置いたらエンパワーもうちょっとたまんねえよな。鋼鉄のアミュレットの範囲に置いたら置くか、今勝つために。で、ひとまず捧げましょう。よし、じゃあまあこんな感じで行ってみます。いけ、あと1回勝てば完走確定や。いける、無敵を張るんじゃないわよあんた。あ、無敵こっちが張った、いいぞ。で、はい、クリティカル、クリティカル。あ、でもこっからやばい、ドラゴンのクリティカルがないからもうグレスをひたすら振り続けるしか俺にはない。うーん、相手の回復能力が高い、高い、クソ100。あ、フレンドリーな火が60までいったけど、なあ、負けるか。回復能力高え、高え、強い。ブラインドはものともしてなかったけど、クリティカルはね、偶然は出ないのよ、ゼロやから。ドラゴンオーブ3発分しかないから。お、カバンが来た。なに、いらん、どないしよう最後。まあ、ここブルーベリーやろ。ヒート決めて、アーマー置くか。ウォルパーティンガーさんのランダム力、これで初手のエンパワーを増やす。革のブーツでもエンパワーを増やす。グレソのエンパワー増やす方がまだいいような気もする。はあ、いらない。ドリアン2つも置くとこない。はあ、これでいいかな。あ、猫の価値稼ぎ兄貴になってもらって、んで飯網もいるんかな。これマナしか取ってないもん。マナは結構十分な気がする。ヒート取りたいね、飯網で。それよりこの子はここ固定やろ。むずいな。ドリアン売ってしょっぷりロールしてカバン確保。それやってしまったらもう何も残らないよ。俺ここでルール違反してしまったら何も残らないよ俺には。これヒート1個よりこのランダムプラス効果3の方が頑張るかな。秘術ヒート引くかもしれんし。ヒート4でマイナス効果3反射で、これ乗ってる神聖一応リジェネも稼いだ。これでいいんじゃないか。ラスト買ってくれ頼む。うわー、ゆっくり見よう。チビスラ大量構成、おう、めっちゃ回復しそう。どうなんやろ、チビスラ大量構成どうなんすかそれ。でヒート15来たぞ。はい、クリティカル1発、クリティカル2発、クリティカル3発バーサク来た。こっから振りまくってなんとか。あー、よかった、完走した。あー、よかった。よかった、エンパワー10まで貯めた、よかったんじゃない。あー、よかった、普通の火力が結構出てる。あー、よかった、プラチナタイまで落ちましたが、まあこれで完走してダイヤに返り咲きです。お疲れ様でした。あー、よかった、疲れた。あー、地獄やった。